さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ、神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。おとなしくし、旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。これ。おとなしく仕上がれ。おとなしく仕上がれ。おとなしく仕上がれ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。
となしくしやがれ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。こいつはどうだ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。面白いものを探しに行こう。
っけ。
見てこれるかな？
ましたか？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？Thank you.